ピンクスライムとは、米国の食肉産業で、LFTB ないし、BLBT と呼ばれる、畜産副産物に対する、批判的な故障である。本稿ではこれ以後、LFTB と呼ぶ。食肉を取った後の牛骨に付着している肉片を、先進的食肉回収システムによってこそぎ取り、加熱してから、遠心分離機にかけることで脂肪を除去し、得られたペーストを、 アンモニアガスで殺菌したもの。増量剤として、もしくは脂肪含量を減らす目的で牛ひき肉や牛肉加工品に添加される。アンモニアの代わりにクエン酸で殺菌処理を行った同種の製品は FTB とも呼ばれる。アメリカ合衆国のオーム省は2001年にアンモニア処理を行った LFTB の限定的な食品利用を認可した。2012年3月、 ABC ニュースはピンクスライムを標的として報道番組のシリーズを制作しアメリカのスーパーマーケットで販売されている牛ひき肉のおよそ70%に LFTB が添加されていることを報じた。これを受けていくつかの企業や団体は LFTB を添加した牛ひき肉の販売を停止した。一部では元来ピンクスライムは食用ではなく ペットフードと食用油に使われてきたものだという主張もなされたが2012年4月 LFTB の認可を管轄するアメリカ食品医薬品局の事務官は米国の最大手生産者ビーフプロダクツ社と共にこれに反論した2012年9月ビーフプロダクツは ABC ネットワークが LFTB について虚偽の主張を行ったとして名誉毀損で訴えた ビーフプロダクツが求める損害賠償は2017年時点で19億ドルに上り、同年6月28日に ABC は時短の成立を発表した。和解額は少なくとも1億7700万ドルであったとみられる。ビーフプロダクツの弁護団はこれがアメリカでメディアによる名誉毀損の時短金として史上最高額だと考えている。 LFTB の規制についての方針は地域によって異なる。アメリカでは牛ひき肉や牛肉加工品への添加が許可されている。アメリカ食品医薬品局は抗菌剤としてのアンモニアをグラリストに記載しており、アンモニアによる殺菌処理はプディングやパンや木菓子類など多様な食品で行われている。一方で LFTB はカナダではアンモニアを含むことから、 禁止されており、欧州連合でも食品利用は認められていない。消費者団体の中には LFTB を全廃するように、もしくは牛肉への LFTB 添加の表示を義務付けするように要求する団体もあるが、一方で LFTB 問題がメディアでクローズアップされた結果、工場閉鎖など大きな波紋を呼んだことに懸念を示す団体もある。LFTB の原料は、 先進的食肉回収システムによって骨から機械的に採取した脂肪の多いトリミングである。原料部位には糞便に触れる比較に近い部分など、最も雑菌の多い箇所が含まれる可能性がある。トリミングは42摂取43度に温められ、誘拐した脂肪は遠心分離器によって除去される。その後、牛肉加工物は鉛筆よりも細い管に送られ、 そこで1秒未満の短時間にわたって微量のアンモニアガスにさらされる。これは大腸菌やサルモネラ菌などの細菌を死滅させるためのものである。気体のアンモニアが牛肉加工物中の水分と触れると水酸化アンモニウムが生成し、pH 値を9.35にまで上昇させて微生物に損傷を与える。その後牛肉加工物は細かく引かれて、 ペレット状やブロック状に加圧成形され、さらにローラープレス冷凍機によって90秒間のうちに摂取9度にまで瞬間冷凍される。ローラープレス冷凍機はビーフプロダクツ社の COL ドンロスが1971年に発明したパッケージングされた肉を2分間で冷凍することができる装置で1981年から同社で使われてきた。微生物の弱った 細胞壁は冷凍中に氷結症によって破られ、さらに機械的な応力が微生物を完全に破壊する。ビーフプロダクツのスポークスパーソンによると、LFTB 添加ひき肉の残留アンモニア量は 100g あたり 0.02g 程度である。これは一般の食品と同程度であり、サラミやブルーチーズなどと比べて少ない。LFTB の製造販売はもっぱら。 ビーフプロダクツ、カーギルミートソリューションズ、タイソンフーズによって行われている。カーギル社の FTB では、アンモニアの代わりに、クエン酸で殺菌が行われている。増量剤として、もしくは、脂肪含量を減らす目的で牛ひき肉に添加される。2012年3月時点では、アメリカのスーパーマーケットで販売される牛ひき肉の70%に、LFTB が添加されていたが、 そのラベル表示は行われておらず、アメリカ農務省のオーガニック認証ラベルが、ピンクスライム未使用を保証しているのみであった。ビーフプロダクツ社の主張では、LFTB の成分は94-97%が牛、赤身肉であり、栄養価は通常の90%、赤身ひき肉と同等で非常にタンパク質に富み、鉄、亜鉛、ビタミン B 群を含んでいるという。アメリカでは、 LFTB を15%まで含んでいても牛ひき肉と表示することができる。2005年まではひき肉増量剤の添加は25%まで可能だった。フードエディターで料理書の著者でもある JM ハーシュは LFTB を含むとみられるひき肉と昔ながらのひき肉で作ったハンバーガーを食べ比べたレビューを AP 通信から配信した。ハーシュの言葉では LFTB を含むハンバーガーも香りは劣らないが、ジューシーさが足りず、風味も弱かったという。2002年、アメリカ農務ーム省に所属する微生物学者が、LFTB には結合組織が含まれているため、ひき肉とみなすことはできず、栄養的にも透過ではないと主張した。ビーフプロダクツのスポークスパーソンであるリック・ジョーカムは2012年に、自社の LFTB には、 牛の腸や腱などの結合組織は含まれていないと発言した。LFTB 無添加の牛ひき肉。アメリカ農務省が提供した牛ひき肉製造工程の画像より、ビーフプロダクツ社は1980年代の初めから LFTB と似た製品を生産してきた。当初はファット、リデューストテッシュ、ポシェリーディーファティドテッシュのような名も使われていた。1990年。 アメリカ農務省の食品安全検査局は基本的な LFTB の製造技術に使用許可を与えた。1993年には遠心分離機による死亡除去処理が農務省から認可された。1994年、牛肉の病原性大腸菌による健康被害に対する懸念が広がっていたことを受けてビーフプロダクツ社の創立者エルドン・ロスは pH 工場システムを開発した。これは肉を消毒するため、無水アンモニアガスを吹き込み、摂取2度で瞬間冷凍し、機械的に加圧するというものだった。現在の形の LFTB が販売され始めたのは2001年のことである。この年、食品安全検査局は、ローラープレス冷凍機の前段工程として、pH 工場システムを用いる技術を許可するとともに、 その産物を食品添加物として利用することも許可した。また、アンモニアは加工除剤であって、ラベルに成分として記載する必要がないというフードプロダクツの案も受け入れられた。食品安全検査局の微生物学者、カール・カスターとジェラルド・ザーンスタインは LFTB の食品利用認可に反対し、それは肉ではなく廃物であり、 農務省が独立に安全性を試験するべきだと述べたが、知りけられた。ビーフプロダクツ社は2003年に、問題の殺菌プロセスの有効性と安全性を、試験するようアヨワ州立大学の研究者に、依頼したが、LFTB や LFTB 含有牛ひき肉に安全面での、問題は見つからなかった。ピンクスライムという呼び方は、LFTB の、 特徴的な外観を指したもので、ザーアンスタインが2002年に食品安全検査局内のメールで初めて使ったものである。ザーアンスタインはアンモニアで処理されたトリミングを添加物として、含む牛ひき肉パックにはその旨を記載すべきだと主張するとともに、私はあんなものをひき肉とは認めないし、ひき肉への添加を許可するのはラベル詐欺だと思うと述べた。2007年、 農務省は問題の殺菌プロセスが非常に効果的だと評価して一般に販売されるハンバーガー肉の定期検査からビーフプロダクツ社を免除した。同年にビーフプロダクツ創業者エルドン・ロスは国際食品保全学会から食品安全性の向上に関するブラックパール賞を受賞した。また同年から翌年にかけて食肉関係の業界団体から業界への貢献を 表彰された。ニューヨークタイムズは2009年12月の調査記事で、このプロセスを受けた肉の安全性に疑問を投げかけ、殺菌効率が低い条件で処理が行われる可能性を指摘した。この記事では、ピンクスライムという部別的な用語が初めて一般に、対して使用された。同志は2010年1月の社説でこの懸念を、再び訴状に載せたが、一方で、 ビーフプロダクツ社の食肉が疾患や集団食中毒を引き起こした例がないことも指摘した。ジェイミー・オリバーはテレビ番組ジェイミー・オリバーのフードレボリューション2011年4月12日放映会において食料供給や学校給食にピンクスライムが用いられていることを厳しく批判した。番組中でオリバーはピンクスライムへの嫌悪感を伝えるため 遠心分離器に見立てた洗濯機に牛肉トリミングを投げ込んだり質の低いひき肉にアンモニア水溶液を注ぎかけるデモンストレーションを行った。オリバーはピンクスライムのことを知ったら誰も食べたいと思わない。子供だろうが兵士や高齢者だろうがみんな嫌がるよと述べている。アメリカ食肉協会とビーフプロダクツ社は反論の YouTube 動画を制作しそこに登場した テキサス A&M 大学のゲイリー A カフは、オリバーの主張のいくつかに異議を唱えて、LFTB を推奨した。公実する名誉毀損裁判の証言読書書において明かされたところでは、ビーフプロダクツを退職した元従業員たちは、LFTB は、厳密には、肉ではなく、消費者は添加の事実を知る権利があると考えていた。2012年3月、 ABC ニュースが配信した全11回にわたるニュース特番によって LFTB への関心が高まり一般消費者の間に不安が広まった。それに続く報道の中で LFTB はつまりはクズ肉を圧縮して固め抗菌剤で処理したものと説明されたり食料生産の工業化が食欲を失わせる一例と呼ばれたりした。LFTB は食欲をそそらないが ハンバーガーに普通に入っている他の添加物がそれよりマシというわけではないと言ったのは非営利団体である公益科学センターの食品安全プログラムに関わっている弁護士聖楽ラ,ラインである。栄養学者アンディ・ベラッティは LFTB をフードシステムの破綻を示す多くの兆候の一つと呼んだ。食料政策に関する著作があるトムラス・カウイは、 水酸化アンモニウムはアメリカの食肉生産工業で一般的に添加されている多くの化学物質の一つに過ぎないことを指摘した。この時 ABC によって報道されたのがアメリカのスーパーマーケットで売られる牛ひき肉の70%に LFTB が添加されていることと農務省が LFTB を肉とみなしていることである。農務省は LFTB が安全であり、 長年にわたって消費者製品に添加されてきたという声明を発表した。農務省の食品安全担当次官、エリザベス A 平ンは、LFTB の生産プロセスは安全であり、非常に長い期間使われてきた。牛ひき肉に LFTB を添加しても全く消費者に危険はない、と発言した。食肉製品製造者ビーフプロダクツ社と複数の食肉産業団体は、 一般の不安に応えて、LFTP は加工処理を経たとはいえ、赤新肉に他ならず、約20年前に、食肉処理施設に新技術が導入されるまで、捨てられていた部位であるに過ぎないと発言した。また水酸化アンモニウムへの懸念に対しては、抗菌剤としての利用は、食品医薬品局から認可されていることを指摘した。水酸化アンモニウム処理は、 食品医薬品局のグラリストに挙げられており、プディングやパン焼き菓子類など多くの食品の製造工程で同じように使われている。米国の食品製造業者のいくつかは製品に LFTB を使用していないことを明らかにした。その中には、コーンアグラフード、セーラリー、クラフトフーズらがいる。食肉小売業者の多くは LFTB を使用しないか使用している場合も、 将来的に廃止していく立場を表明した。LFTB 問題が表面化すると、ファストフードチェーンの多くは、使用を取りやめたり、以前から使用していなかったことを公表した。地方紙、コンコードモニターは2012年4月に、LFTB に消費者の懸念が向けられた結果、LFTB が使用されている、恐れの少ない地元の商店舗の売り上げ増に、ながったと報じた。 2012年3月25日、ビーフプロダクツは危機プランニングの一環として4カ所の工場のうち3カ所の創業を停止すると発表した。これら3カ所による LFTB の生産量は合計で日産400トンほどだった。ビーフプロダクツの発表によれば同社はほぼ一度の週末だけで72件の取引先を失った。LFTB の生産量は 週あたり2000トン強から最低で5分の1に減少したという。ビーフプロダクツはカンザス州、ガーデンシティなどの工場3カ所を同年5月25日から閉鎖し4億ドルの売り上げを失うとともに700人を一時解雇した。2013年の生産量は約900トンにまで落ち込んだ。カーギルもまた LFTB の生産量を大幅に減らし、 2012年4月には増量剤の利用が社会から認められなければバーベキューシーズンにハンバーガー価格の向上を招くかもしれないと警告した。カーギルビーフ社長によれば2012年中に LFTB の売り上げは一よにして80%減少した。カーギルはカリフォルニア州バーノンにおける生産を停止し50名を一時解雇した。 その他の工場でも生産調整が行われ、そのうちテキサス州プレーンビューの牛肉処理工場では2000人が一時解雇された。アメリカの三大チェーンを含む多くのグロサリンストアやスーパーマーケットは2012年3月中に LFTB を添加した製品の販売をやめると発表した。2012年4月、カーギルとタイソンは農務省に対しひき肉製品のラベルに LFTB 含有の事実を表示する認可を求めた。農務省はそれまで LFTB を牛肉特別しない立場を取っていたためラベル表示は要求されていなかった。ビーフプロダクツもこれに同調し、ラベル表示が消費者の信頼を取り戻すための第一歩だとスポークスパーソンを通じて発言した。農務省は学区に対し、ひき肉の購入の際に LFTB 添加の有無に関する選択権を与えると告知した。多くの学区は給食から LFTB 添加ひき肉を排除することを発表した。2012年6月には全米50州のうち47州が2012から2013年度の給食プログラムで LFTB 添加製品を使用しない決定を下した。サウスダコタ・ネブラスカ。 アイオワタク州の教育省は継続仕様を選んだ。2012年4月2日、ユカイパカンパニー参加のひき肉製造業者で LFTB を生産していた AFA フーズが会社構成法を申請して破産し、現下のマスコミ報道がひき肉製品の需要を全般的に激減させたという言葉を残した。その翌日、シカゴマーカンタイル取引所における アメリカ国内の肉牛先物取引は3.5、ヶ月ぶりの低値を示し、その原因の一つにピンクスライム問題が挙げられた。家畜トレーダーはそのせいで需要が落ち込んだ。生牛相場は長期的には強気だが、短期的には間違いなく悪影響だと発言した。ビーフプロダクツ社の工場が4カ所中3カ所まで。 創業を停止すると、アイオワ州知事テリー・ブランスタットは報道関係者や他州の知事を招いて、ネブラスカ州サウス、スーシティで創業を続けている同社の工場を視察するツアーを行った。ビーフプロダクツの創業者一族は数々の候補者に対して政治献金を行っており、ブランスタットも2010年に献金を受けていた。ブランスタットは ABC ニュースに対し、 ツアーの企画に政治献金の影響はないと語っている。テキサス州知事リック・ペリー、ネブラスカ州副知事リック・シーヒー、カンザス州知事サム・ブラウンバック、サウス・ダコタ州副知事マットマイケルスラは、彼らが言うところの消費者の間に無意味なパニックを引き起こしている不正確な情報を打ち消すためツアーに帯同した。このパブリシティは、リュード、 イッツブフというスローガンの下で行われた。プレスツアーに参加した記者は、ビーフプロダクツ従業員への質問を許されなかった。2012年3月28日、ブランスタッドは以下のように発言した。問題はこういうことだ。LFTB を市場から追い出したとして、我々が得るのは高脂肪のひき肉だけで、コストがかさむ上に国の肥満問題が、 さらに悪化することになる、ブランスタッドはまた、アイオワ州の公立学校に LFTB 添加ひき肉の使用を続けるよう進めるつもりだと発言した。2012年3月22日、メイン州選出の会員議員、シェリー・ピングリーを筆頭とする民主党の連邦議会議員41人は、農務省のトップである農務長官、トム・ビル・サックへの所管で、 学校給食プログラムを二層式にして裕福ではないコミュニティに属する子供にこのような低質なドロドロをあてがうのは間違っていると述べ公立学校の給食から LFTB を全廃するよう訴えた。モンタナ州選出の上院議員ジョンテスターも2012年3月に発行したプレスリリースにおいてビルサックに対してピンクスライムを学校給食から除いて 高品質のモンタナビーフに変えるよう促した。テスターは学校が地元産の食品を購入する選択肢を広げるため近くに立案される農業法案に学校が農務省助成金をより柔軟に利用できるような条項を付け加える計画だと発言した。LFTB に反対する世論の形成にはウェブサイト c h a n g e o r g 上で25万人以上の署名を集めた。 学校給食における LFTB 使用を禁止せよという請願活動も大きかったと見られている。この請願が開設されてから1週間ほどで、農務省は2012年秋から LFTB 添加ひき肉を使用するかどうかの選択権を学区に与える意向を示した。CBS ニュースはシカゴパブリックスクールズ学区の給食で、それまでピンクスライムが使用されてきた可能性を報じた。 学区によっては、独自に業者から食料を調達する場合もあるが、多くの学区は、成分の詳細を知らないまま農務省から直接、牛肉を購入していた。農務省は2012年度に、約3000トンの低脂肪牛肉トリミングを購入し、国立学校の給食プログラムに充てる計画だった。農務省のスポークスパーソンであるマイク・ジャービスは、前年度に、全米で購入された。 学校給食プログラム用牛肉約5万3000トンのうち LFTB が6%を占めていたと発言した。カリフォルニア教育省が公表したデータでは2010から2011年度にカリフォルニアの学校で提供された牛肉の90%に LFTB が添加された可能性があり正確な添加量は不明である。農務省の見積もりによれば LFTB 添加によって ひき肉のコストはおよそ3%引き下げられる。2012年9月13日、ビーフプロダクツ社は12億ドルの支払いを求めて、ABC ニュースと記者を訴えたことを発表した。ABC ニュースの連続番組は、l f t b を貶めるための計画的な情報操作キャンペーンとされ、その中で ABC は200件近い虚偽の主張、もしくは誤解を招く主張。 あるいは抽象的な主張を絶え間なく繰り返し、それによって、製品と食品への誹謗、及び取引関係への不法な妨害行為を行ったと申し立てられた。ABC ニュースは、ビーフプロダクツの申し立てを否定し、無意味な訴訟だと述べた。ABC ニュースはこの事件を、サウスダコタ州立裁判所から、連邦裁判所へ一貫しようと試みたが、2013年6月に、 連邦裁判所判事の一人によって、州立裁判所に差し戻された。2014年3月27日、サウスラコタ州立裁判所のシェリル・ゲリング判事は、ABC による訴訟却下の申請を跳ねつけ、名誉毀損訴訟の手続きを進めた。ダイアン・ソイヤーによる略式判決の申請は認められ、ソイヤーは審理から外された。後半は2017年6月5日から、 このために改築されたサウスダコタ州エルクポイントの裁判所で行われた。ビーフプロダクツは公人と裁定されたため名誉毀損が認められるには現実的役位が立証される必要があった。ABC 側代理人はウィリアムズコノリービーフプロダクツ側代理人はウィンストンストロンであった。サウスダコタ州では食品誹謗法が制定されているため 原告証燥の評決が下った場合には3倍の57億ドルまでの賠償金が課せられる可能性があった。後半期間は8週間と見積もられていたが、開始から3週間ほど経った2017年6月28日に、ABC とビーフプロダクツの間で時短が成立して、裁判は終了した。合意の条件は開示されなかった。ABC の親会社、 ウォルト・ディズニー・カンパニーの収益報告によると支払い額は最低でも1億7700万ドルと見られる。2012年3月時点でアメリカに流通する牛ひき肉の70%に LFTB が添加されていたが1年後の2013年3月に食肉産業の関係者はこの数字が5%に低下したと見積もった。 この大幅な減少は2012年3月に始まった加熱報道によるところが大きい。小売業大手のクローガーとスーパーバリューは LFTB の使用を取りやめた。カーギルは2014年からコンテインズファインリーテクスチャードビーフというラベル表示を行い始めた。2012年から2014年までに牛肉の小売価格が27%上昇すると小売業者は ハンバーガー肉に安価なトリミングを加えようとも論み、食肉加工業者は LFTB の添加が可能な製品を模索したため LFTB の生産量が上昇した。カーギル経営陣は売り上げが3倍に増加して騒動前の水準に近づいたと発表した。ビーフプロダクツは2012年3月の経営危機以来小売業者や農務省に製品を卸している。 食肉加工業者、ビーフパティ製造業者を中心に取引相手を40社増やした。ビーフプロダクツは製品にラベル表示を行っていない。LFTB 支持派の一人、アイオワ州知事テリーブランスタッド。アメリカで LFTB が消費者に直接販売されることはない。牛ひき肉への添加は15%までであれば、ラベルに表示する必要はない。 牛肉以外の肉に添加されることはないが、ひき肉以外の牛肉加工品への添加は行われている。製造に水酸化アンモニウムが関与するため、ビーフプロダクツ製の LFTB はカナダで認可されていない。カナダ保健省は、カナダ内でのひき肉や食肉の製造にアンモニアの使用を認めておらず、カナダ食品、医薬品法によって、 輸入肉製品にもカナダ産と同じ要求基準が課される。しかし、消毒にクエン酸を使用するカーギル製の LFTB はカナダにおいても適切な条件の下で挽肉への添加が許可されており、区分としても挽肉と認められる。LFTB は欧州連合においても食品への利用が禁じられている。日本は BSE 問題との関連で2003年から 米国産牛肉の輸入を停止しており、2005年の輸入再開でも牛ひき肉や牛肉加工品は対象外とされた。そのため、米国でピンクスライム報道が加熱した2012年には日本に LFTB 添加製品は輸入されていなかったと見られる。その後、2013年には牛ひき肉、2015年には牛肉加工品の輸入が可能となった。 日本では水酸化アンモニウムは未指定添加物であり、国内での使用や輸入は許可されていないが、アンモニアについては加工除剤としてラベル表示なしで用いることが可能である。しかし、消費生活コンサルタントの森田光樹によれば、日本国内での食肉生産にアンモニアは一般的には使用されてはいない。 LFTB の摂取による食中毒事件はこれまで報告されていないが、その原料や製造法から健康リスクに対する懸念が持たれている。LFTB に関する報道が盛んに行われた結果、消費者はひき肉添加物としての利用をほとんど許容しなくなった。2012年4月4日、レストランチェーンレッドロビンの依頼により、 ハリスインタラクティブが行った調査が公開された。それによると、アメリカ人成人の88%がピンクスライム問題を知っており、そのうち、ある程度以上に心配していると回答したのは76%、非常に心配しているのは30%だった。また、ピンクスライムを知っている回答者の53%は、購入、消費するひき肉について調べたり、 ひき肉の消費を減らすなどの対策を行っていた。一方では実際の健康リスク以上にピンクスライムという名の,のイメージが不安を招いているという指摘もあり、メディアが一般の嫌悪感に訴えたため食品産業に対する建設的な批判や理解増進につながらなかったという見解を持つ専門家もいた。アメリカの食品産業に関するコンサルタントの吉田。 高尾は食品安全の基準が科学的なデータに基づいた安全性ではなく、これまで以上に主観的な判断に基づいた安心を考える方向に強くシフトしているのではないかと述べた。ピンクスライムの禁止、もしくはラベル表示の義務化を要求する消費者団体もあったが、当時のビーフプロダクツのスポークスパーソンはラベル記載の見直しは必要ないと発言した。 何を表示すればいいのでしょうか ?100% 牛肉ですよ。何をかけと言うんですか牛肉としか言いようがありません。100%牛肉なんですから全米消費者連盟をはじめ消費者団体の中には LFTB に対する拒否感に警鐘を鳴らしたものもあった。特にマスコミが広めた深刻な誤情報によってビーフプロダクツの売り上げが失われ、 工場の閉鎖にまで至ったことは問題視された。同様に、アメリカ消費者連盟は、工場の閉鎖が残念な出来事だと述べ、LFTB の代わりに、それと同等の安全性が保障されていない、代替物がひき肉に添加される可能性を有料した。アメリカの消費者はひき肉に LFTB 添加が表示されておらず、十分な情報を持って意思決定ができないことに懸念を示してきた。 ニュージャージー州選出の上院議員、ロバート・メネンデスはこれに対処するため、スーパーマーケットで販売される牛ひき肉に関するガイドラインを制定して、表示を義務化する、要農務省に訴えた。直訳で、再変化低脂肪牛肉、骨なし低脂肪牛肉トリミング、再変化牛肉、ブフ、ベースのプロセスストミート、塩蔵肉、燻状肉、霊、ジャーキー、 缶詰など。全米食肉協会や全米牧畜業者協会、骨から肉片を剥がしたものが、リチニドミートである。肉片から脂肪を除去すると、LFTB となる。現時点でこれら2つのプロセスの共通点は、どちらも EC で禁じられているということである。ありがとうございます。